ゲーム女子モズベーのファイナルファンタジー7始まります。ね、始まった。よし、じゃあやっていこう。前回はオンジさんゴールドソーサーでお金が10ギルになって、それからあれか、なんかうろちょろしてたら闘技場で人がいっぱい死んで、で、あれだったよね。オンジさんが殺したみたいな感じなんかな。それからちょっと結局下に落とされて、ここはどこだろう。これるプリズンだかな。なんか落ちたよね。新入りさん、一つ押しておいてやるぜ。ここの砂漠は超危険だぜ。入るときはすんなり人を招き入れるが、外に出ようとすると砂漠がそれを拒むんだよ。けどな、逆に招かれざる客も拒まれて入ってこれねえ、なんて話も聞くな。まあ砂漠なんて入らねえのが一番だな。まあここは要はあれかな、結構ワルが住んでるとこなんかな。そこの奴らは嘘しか言わねえんだ。嘘だけだ。本当のことなんて何一つ言わねえよ。何回か話を聞いてみな。呆れてくるぜ。マジか。ここは天国だぜ。ここは天国だぜ。ここは天国だぜ。ってことは地獄なんだね。ここのエレベーターに乗りゃ上に行けるんだぜ。けどこれに乗れるのはチョコボレーサーに選ばれたやつだけなんだぜ。すげえな、なんか。そうか。ここはそうなんだね。さあ。ここは？お、なんかここ見たことあるよ、ここ。あれやん。お、オンジさん。来るなと言ったじゃねえか。来たよ、普通に。ちょっとたま、話しましょう。な、話せばわかるって。あやねさんが、うわー。怖い。怖い。お、おる人が。お前たちを巻き込みたくなかった。腹を、ヒロインみたいなセリフ。お、それモズベイのセリフ。危険だ、巻き込むわけにはいかないとかなんとかね。そうそう、それに私たちも思いっきり巻き込まれちゃってるんだから。お、二人ともすごいカバーしてくれるね。上でオンジ見つけて慌ててここまで来たの。オンジちゃんと説明して。お前たち。葬儀場の事件は片腕が銃の男の仕業だと聞いた。あんたか？お、違うんだね。もう一人いるんだ。片腕に銃を持つ男。4年前あの日から。あの日、建設中のマコールを見物に行った帰り道だった。オンジ、ダイン、大変だ。村が襲われた。神羅の兵だ。何？ここはまだあれか。まだ平和だった時の村だったよね、ここ。そうかそうか、あれと一緒か。なんか、マコール作るから立ち退きをしてくださいみたいな感じか。なんてこった。すごい、マナーモードみたいなやつ。ブル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 。すごい震えとるよ。うわ。おい、オンジ、まだ終わっちゃいね。みんなが待ってる。俺たちの村へ帰るぞ。ダインさん、優しい。じゃあ、片腕の銃のとこは、オンジさんとダインか。あ、おやさん、死んじゃったよ。あ、お、お、すごい、すごい。おい、オンジ、急ぐんだ。急いで、急いで。急いで、急いで。オンジ、ここは捉えろ。こらえろ。うるせえ、下手な鉄砲いくら撃っても当たんないんだよ。ほら、遊んでないで。援護しな。怖いな、スカーレットさん。危ねえ。ああ！やばい。ライン離すんじゃねえぞ。いいか、村へ帰るんだろ。ああ、話すわけね。俺たちの村に帰るんだ。みんなが待ってる。エレナワが、マリンが、俺たちの帰りを。ああ。痛い。俺の右腕はもう使い物にならなかった。しばらく悩んだけどよ。俺は右腕を捨てこの銃を手に入れた。
そっか、そういうことだったんだね、オンデさん。俺から全てを奪っていった信也に復讐するための新しい右腕。その時の医者から聞いたのさ、俺と同じ手術を望んだ男はもう一人いるってことをな。ただしそいつは左腕が銃になっている。反対なんだ。でもそれならダイもあなたと同じでしょ。そうよね、信也に騙されたんだもの。きっと一緒に信也と戦ってくれるわ。わからねえ、わからねえが俺はダイに謝らなくちゃ気が済まねえ。だからよ、一人で行かせてくれ。好きにすればいいと言いたいところだが、ダメだな。ここであんたに死なれると夢目が悪そうだ。オンジ、ここで終わりじゃないよ。星を救うんでしょ。ヘッチェルハイさん、もうわかっただろ。星を救うなんてカッコつけてるが、俺は信也に復讐したいだけなんだ。自分の気が済むようにしたいだけなんだよ。なんかちょっとあれっぽいな。名前忘れちゃったよ。いいじゃない、別に。私だって似たようなものだわ。わかりやすい、その本だか。オンジらしいよ。というわけだ、オンジ。さて、オンジと俺と。あ、オンジさん、今回強制ですか。どうしようかな。ちょっと、早寝さん連れて行こうか。初だもんね。死んでいる。ダインさん、仲良くなってくれるかな。仲良くなってくれるかな。わからないよね。そっか。ダインさんが、てかマリンは確かダインさんの子供だったよね。で、まあなんかそれの罪滅ぼしみたいな感じで、結局、オンジはマリンをなんか育ててるんかな。チョコボレースに出たいのか。出たい。それならよ、許可を取ってこいよ。ここのボスのさ。ボスは誰だ？あらら、知らないの。ダメだな、こりゃ。教えてくれなかった。なんか、おお、びっくりした。頑張るよー。頑張るよー。よいしょ。あ、間違えた。間違えた。はあ、ちょっとここら辺もゆっくり聞きたいから、何も話しかけてもダメ。コーツの部下の二人、新入りかならコーツ様に挨拶しておくんだな。ここはコーツさんがいいの。見ねえ顔だな。ん、上へ来てんのか。行きたいです。おめえ、ここが分かってねえな。ここはゴールドソーサーのゴミ捨て場。てめえらもクズなんだよ。シャバへ戻りてえんなら、チョコボレースで優勝するしかねえ。だがな、てめえらみたいな新顔がすぐ出られるほど甘かねえよ。まあ、ボスの許可でも取られたら、別だがな、取れるわけはねえか。ははは、はは。はは。ミッキーみたいなのかね。とりあえずは、ダインさんを探し行かなきゃいかんねえ。さあ、ちょっと待ってね。ちゃっちゃか行こう。ダイス。そっかそっか。はやにえさんは確かダイスだったんだ。あ、ハエポーション盗まれてたよ。ちゃっちゃか行こう、ちゃっちゃか。あれ？どこに行けば、いんだ。お、入れそう。出ちゃってた。違う違う。新入れか、じゃあ買っていけ。ああ、そういうルールだ。買わないかんと。ポーション、23個持ってるから、いいや。フェニックスも持ってるし、テントも持ってるんで、大丈夫です。ただ、なんか物を売ろう。マテリア、なんか同じのあった。いや、特に大丈夫。なんか結構、お！これあれじゃないですか。ユフィの武器じゃないですか。サルトガン。ち
と一回装備を全部見直して行こうか。これはダメ、下がる。これも微妙。イエローメガホン、アクセサリー、毒状態を防ぐ。これは大丈夫そうですかね。回避率がゼロになっちゃうんか。魔法防御いいっすね。クリッカこれを全部売る。アサルトガンも売る。フォースロット、パワーリスト、さっきの売らん方が良かったかな。ホワイトケープ、ブロンズバングルはこれ全員に交換したやつだから売ろう。ねえね、こんぐらいで良いでしょう。よいしょ、ここに行ったらいいんじゃろう。ちょっと倍速で間違えて入り込んだ。こっち側なんかあったかな。よいしょ、これは何もない。よいしょよいしょ、開いとるけど、ここ奥行ける？あ、なんか行ける？お横も行ける。これも行ける。ここはな、これ大丈夫かな？これ砂漠。あ、私迷子になってしまった。ああ、ピンチピンチピンチ。やばい、迷子になってしまったよ。もう進むしかないかな。うわ、なんか通った。びっくりした。チョコボだね。乗るかい？乗る。どこに行ってるかわからん。この人どっから来た？お、なんかたどり着いた。あ、ここ人がおるよ。おーい、下ろしてくれ。ありがとう。これどこ？ここは？今日のボスはすげー機嫌が悪いや。いや、機嫌がいいのか？お、なんか別の場所にたどり着いたね。これはどこどこ？なんかレースっぽい感じの車がいっぱいあるよ。ここはどこだ？ボスって誰なんだろうね。お、ダインさんや。ダイン、お前なのか？ダインだ。懐かしい声だな。忘れようにも忘れられない声だ。いつか会えると信じていた。俺と同じ手術を受け、どこかで生きていると。聞いてくれ、ダイン、お前に。撃たれた。声が聞こえるんだ。聞こえるんだよ、エレノアの声が。お願いだから、恩師を恨まないでってさ。だから、あんたを追っかけるのはやめといた。自分の愚かさは知っている。許してくれとは言わない。でもよ、こんなところで何をしてるんだ？関係ない人間を殺してどうなる？なぜだ？なぜ？理由を聞いてどうする？それで殺された人間は納得するのか？神羅の言い分を聞けば、コレル村の人間は了解するのか？理由なんてどうでもいい。あ、自暴自棄になったんやないん？与えられるのは銃弾と不条理。残されるのは絶望と無の世界。それだけだ。それでも聞きたいか？なら教えてやろう。俺はな、壊してしまいたいんだよ。この町の人間を。この街のすべてを、ちょっとセリフごとに打つのはすごく無駄な気がするんですがね。うわ、この世界のすべてを。大丈夫、オンジ、すごい打たれてるけど、
確実出血はいっぱいしてるはずなんですけどね。この世界にはもう何もない。コレル村、エレノア、マリン。マリンは生きている。あの後俺は村に戻った。もう逃げられない、そう思った。だからせめて最後はミーナのそばにいたいと思った。そこであの子、お前の娘、マリンを見つけた。そうね、マリンはまだいるよね。マリンはミッドガルにいるんだ。一緒に会いに行こう、な。そうか、生きているのか。わかったよ、ヨンジ。やはりお前と戦わなくてはならないな。え？なんで？エレノアが一人で寂しがってる。マリンも連れて行ってやらないとな。怖い。ダイン、正気か？マリンだったら母さんに会いたがってるだろ？ふぅ。やめろダイン、俺はここで死ぬわけにはいかねえんだ。そうかい、俺はあの日から命は捨ててるぜ。やめてくれ、お前とはやりたくねえ。おー、オンジー。お、マズベ、手を出すな。これは俺の問題だ。もう、ガンガン撃たれてるけど。もしかしてこれあれですか？あ、オンジーとの、これは PVP ですかね。聖地です。頑張れ、オンジー。さあ、じゃあちょっと3倍速でいきましょうね。間違えて見破りしちゃった。レベルが20なんだ。ちょっと高いかな。さあ、頑張れ、オンジ。あら、意外にダインってこんなブサイクな顔してるんだ。あ、勝ったぞ。やめるんだい、ダイン。来るな。俺はあの時、片腕と一緒に、かけがえのないものを失った。どこかで食い違っちまったのかも。ダイン、わからねえよ。俺たちこういうやり方でしか決着をつけられなかったのか？言ったはずだ。俺は壊してしまいたかったんだよ。何もかも、この狂った世界も俺自身も。マリンはどうなるんだ？考えてみろ、オンジ。あの時マリンはいくつだった？今更俺が出て行ったところであの子にはわかるはずもない。それにな、オンジ。マリンを抱いてやるには俺の手は少々汚れすぎちまったのさ。いや、多分オンジもだいぶ汚れてるんで大丈夫ですよ。ね、抱っこしてあげてほしいけどね。オンジ。お、なんかもらった。そのペンダントをマリンに。エレノアの女房の形見。わかった。そうか、マリンがもう4つか。あ、オンジ、マリンを泣かせるなよ。ダイン？あら、あら、これスライカンや。わー、ダインさん、ダイーン。あー、死んでしまわれたよ。ダイン、お前と同じなんだ。俺だって、俺の手だって汚れちまってる。ね？モンデさんも汚れてるよ。うおー。切ないね。意外にオンジさんって結構辛いですよね、状況的に。お、さっきのやつコーツさん、何か用か？上へ来て。大丈夫オンジさん。だからよ、ボスの許可を取ってチョコボレースに。ダインは訳があって話ができなくなった。その代わりこれをもらってきたぜ。げ、上へ来て。わかったよ。ダインをやったのか？いや、そうなんだろうな。そんなもの持ってるんだからな。そうか、ダインが死んだか。これでここも少しは落ち着いた土地になるぜ。何しろダインは誰かで構わず。ふう。てめえに何がわかるってんだ。わかったよ。いや、何にもわかってないです。すいません。
そっか、ザインさん、ここに来て結構自暴自棄になってたんだね。結構いろんな人殺してきたのかな。それじゃあ、ここから出してもらおうか。ん？あんたたちなんか勘違いしてないか？前に少し言ったと思うが、ここから出る手段はただ一つ。ゴールドソーサーで行われているチョコボレースで優勝するしかねえ。それに一度に上に行けるレーサーはたった一人だ。なんだと？だ、いくら脅してもダメだ。このルールだけは変えるわけにはいかねえ。ここの規律がめちゃくちゃになっちまう。これは譲れねえ。一人は上に送ってやる。あとはそいつがディオと取引するなりなんなりしな。しょうがねえ。モズベ、お前行ってこい。俺たちは下で待ってるからよ。さっさとチョコボレースとかいうのに勝ってこっちもなんとかしろ。行くんですか、自分が。こんなモズベさん頑張ってな。投げやりですね、すごい。あ、話はまとまったか？じゃあ、あとはマネージャーか。チョコボレースの登録や調達をする役目なんだが。はーい、話聞かせてもらっちゃった。なになに？ベストか？お、この人見たことある気がする。私がマネージャーやるわ。まあ文句はねえが。こいつはエスト。見た目は変だろ？でもチョコボレースのマネージメントで右に出るやつはいねえ。失礼な言い方ね。まあいいわ、よろしく、モズベイさん。女の子ですか？エストさん。よし、モズベイさんとやら。柱のエレベーターから上に送ってやる。詳しいことはエストから聞きな。はーい、わかりました。そう、そんなことがあったの分かったわ。リオ園長には私から話をしておくわ。あなたはとりあえずレースに集中して。そうそう、さっきの話の続きだけど、チョコボレーサーにはいろんな人がいるの。犯罪者だけのレースってわけじゃないのよ。名声のために戦い続けている人、お金のために戦う人、レースにのみ行き場所を感じている人、あなたみたいな人を含めてね。あ、そうだ、チョコボの騎乗方法を教えておくわね。一応、聞こう。まず、これは真ん中のやつかな。で、オートとマニュアルを切り替える。簡単に言うと、自分で命令するか、チョコボの好きに走らせるかね。でも、自分の思う通りにはなかなか走らせられないわよ。チョコボとの仲が良くないということを聞いてくれないから、こればっかりは今回はしょうがないわね。そうだね。今回育ててないからね。けど私の用意するチョコボはおとなしい子が多いから結構うまくやれると思うわ。それから自分で命令してるときに視覚でスピードアップ。で、パズでスピードダウん。ただしチョコボが本来持っている能力以上のスピードを出すとどんどんスタミナが減っていくの。それと、何これ、十字キーの右と左でチョコボを左右に、まるで鞭を入れて一気にスピードを上げられるわ。もちろんスタミナの消費は激しくなるけどね。あと、気性の悪いチョコボは自分のペースがわからなくてすぐスタミナを使い切っちゃうの。まあ、ここら辺はちょっと飛ばしようか。さあ。頑張るか。緊張しますね。ちょっと。新入れ替え？こんにちは、ジョー。ジョーさん？やあ、エスト、今日も美しいね。ふふ、ありがとう。紹介するわ、モズベ。彼はジョー、現役チョコボレーサーのトップを行く人よ。以後、お見知りおきよ、モズベ君。しかし、エストが直についているということは、そう、期待の新人ってところかしら。なんて言ったって下に来てたった一日でここにいるんだから。お、みんな振り向いてよ。何？ なるほどな。一体下で何をした？いや、ここで過去を聞くのはタブーだったな。面白いよ。君とはまた会えそうな気がする。そうかなんか、いろいろあるんだね。まあそう考えたら、ダインさんを倒したっていうのは大きいことなんだ。ではまた会おう、モズベイ君。なんかこう、業界の裏を見ちゃった感じだよね。じゃあ私はチョコボの手配をしてくるわ。しばらくここで待っててね。はーい、待ってきます。あ、でも動ける。話聞こう。話すことはね。わー、怖い。
あんましいい気になるんじゃねえぞ。腕っぷしなんてレースになりゃ関係ねえからな。間もなくレースがスタートします。次のレースに出場のチョコボレーサーはパドックまでお越しください。繰り返します。怖い怖い怖い、もうまた言われてる。いい気になるんじゃねえぞやって。怖い。チョコボレースってこんなに裏があったのか。粗大ゴミがあるよ。モズベイ？なんでしょう。はい、お待たせ。モズベイも次のレースに登録しておいたわ。まあ、私が用意したチョコボなんだから簡単には負けないわよ。そうそう、もう一度乗り方を聞いておく？いいです。大丈夫だと思います。それじゃあ頑張ってきてね。頑張ります。さあ、ちょっとダウンさせよう。ちょっとダウンさせましょうね。怖えな。ちょっとスピードアップさせて。大丈夫これ。 なかなか行かないんだけど。相手こっち側行ったらいいのかな。むずいな。大丈夫これ。なるべく最初はスピードを、体力をちょっと持たせるために行かせてあげよう。あいつちょっと早いよな。もうちょっとしたら体力落ちるかもしんない。邪魔やな。頑張って。ちょっと中間ぐらいがいいよね。中間ぐらいで。あー、やばい。ちょっとダウンさせよう。ちょっとずつダウンさせたがいいね。あいつちょっとスピードが。どこぐらいがいいかな。そろそろやね。あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。マジか。負けちゃったよ。結構体力があるんすね。残念だったわね。けど内容が悪すぎるわ。じゃあもう少しいいチョコボを探してくるわ。しばらく待っててね。結構ガンガンいいね。ガツガツやっていいっぽいっすね。そうか、あんなに短いんだね、コース。じゃあ、ガンガン飛ばそう。次は負けませんよ。さあ、リストさん早く。どこだ？はい。次こそ。次こそ。次こそ頑張ります。さあ。よいしょー。絶対手動でやりたいな。イエーイ。ちょっとあいつ早いな。まあ、ちょっと飛ばしても大丈夫そうなんで。中間あたりでスピード上げていこう。でも結構大丈夫そうだよね。大丈夫かな？追いつく？先にちょっと行っておいて、ちょっとスピードダウンして、感じにしようかな。後ろが見れないからちょっと不安だよね。あー、大丈夫かな？不安やな。だいぶ大丈夫そうだな。じゃあちょっとスピード落として、ゆっくりしよう。へばるよりはマシかな。よしよし。もうここ来たらいいでしょう。飛ばそう。イエーイ。ああ、へばった。へばってしまった。よし。オッケーオッケー。すごいやりやすかった。オッケー。おめでとう。これで晴れて自由の身よ。なんか、トロフィー出ちゃった。素晴らしい騎手。
あ、そうだ、これ園長から手紙。勝ったら渡すようにって。ん？少年なら自らの力で勝利を手に入れ、この手紙を読んでくれていると信じている。ダインのことはエスト君から聞いた。少年が勝つことができたなら、私の権限で君の仲間の自由も約束しよう。それとお詫びと言ってはなんだが、プレゼントを用意した。旅の役に立ててくれたまえ。これでも多忙な身の上、手紙という形で失礼した。ではディオちゃんより。プレゼント？ん？ PHS が鳴ってる。モズベね、すごいのよ。今ね、園長の使いとかいう人が来てバギー置いていったの。バギー置いてたんだ。これがあれば砂漠も川も楽々よ。じゃあモズベ、外で待ってるね。おう。ん？手紙に続きがある。え？ PS、この間私はセフィロスに会ったぞ。少年たちの年代では彼のファンもいるだろう。サインでももらったらどうだ。彼はここから南の川を越えてゴンガエリアに向かったようだぞ。セフィロス。じゃあお別れね。そうだ、いつか自分のレース直後を持てるようになったらもう一度ここに来るといいわ。また私が登録とかいろんなことしてあげる。また会いましょうね。これで行く？チェルハシさんのレベルが低いんで、オンデさんと交代で。でも、あれなのかな？まだそういえばゴールドソーサーで、あれ乗ってない。なんだっけ？あれ。観覧車みたいなやつかな？どうしようかな？早寝さん乗かそう。じゃあ、いつものアバランチメンバーで行きます。バギーの操作。川の浅い部分も乗れる。ちょことはなんか、確か川の浅い部分あったよね。おー。ここ。これだ。ようやく乗れた。とりあえずここ行っちゃおうか。で、ここ多分イベント発生するんですよね。タークスの。誰かいる。オロール。ナールド、あんた誰がいいんだ？何赤くなってるのかなと。ん？誰がいいのかな？お、テルハシさん。ボソッと。なるほどと。辛いところだな、あんたも。しかし、イリーナもかわいそうにな。あいつあんたのことを。いや、あいつはツオンさんだ。そりゃ初耳だなと。だってツオンさんはあの古代種。ほら、あいつら何の話してるんだ？あ、きちった。ほんとくだらない。先輩たち、いつでも誰が好きとか嫌いとか、そんな話ばっかりなんですよ。ツオンさんは別ですけど。あ、いけない。先輩たち来ました。あの人たち本当に来ましたよ。そうか、出番だなと。ルード、あの子がいても手を抜くなよと。仕事はちゃんとやるさ。じゃあ先輩たち、あとはよろしくお願いします。私はツオンさんに報告に行きます。ん？なになに？戦うのかな。久しぶりだなと。7番街の借りを返すぞと。7番街忘れたな。それは寂しいなと。そういえばそっか、怪我してたんだよね、確か。これ以上先には進ませない。タークスだ。そうね、チェルハイさんおるけどね。間違えたー。大丈夫かな、出して大丈夫かな。危ない危ない、ミスがあった。じゃあちょっと頑張って飛ばすね。ルードの方行くか。よいしょ。テルハシさんね、ひたすらルード叩いてもらおうかな。よいしょ。よいしょ。お、逃げた。さっきのあれだよね。話は
ルードは実は、チルハイさんのことが実は、密かに好きっていうの。あれはビフォークライシスで書いてたのかな？なんで好きになったんだろう？きっかけ忘れちゃった。ねえ、なんか変じゃない？待ち伏せされてたみたいよ。尾行されたか。いや、そんな気配はなかった。ということは、もしかしてよ、スパイ？いや、まさかな。スパイがいるなんて考えたくもない。俺はみんなを信じるよ。ああ、でも、なんか本当に来ましたよって言ってたから、知ってたんかな、なんか。お、なんかあるね。そう、ちょっと多分ね、ここゴンガガだから、村があるはずなんですよ、ここ。3年前のマコーロ爆発事故で、夫は、あら、旦那さんを亡くされました？何も書いてないね。さあ、ここはね、とある方の村だったんですよ。壊れたマコーロ。ここは？ああ、上登っちゃった。ん？誰かいる。暗っ。おう、何か妖怪？武器買いたいかな。武器が欲しいです。こう下がる。あ、テルハイスさん、これ OK だね。買おう。ちょっと待ってよ。でもさっきね、オンジさんは、あれなんですよ。武器ね、ダインのやつ落としたんだかな。落としてないかな。落としてなかった。星のペンダント。銀の腕輪。わ、めっちゃマシンガンが。よし、なんか適当に入れとこうか。テルハイさんは、あ、これがある。これもある。入れとこうか。もう適当やけど。ま、とりあえず今はいいかな。よし、こ、下に。ここは？アクセサリーとまた違うんだ、上と下で。なんかいろいろあるんだね。ここ誰の村か知ってますか？よいしょ。結構アイテム売ってるんだね。なんか、その、マコーロの被災地って言ったらあれですけど。だからなんかあんまりそういうのってないのかと思ってた。旅の人かい？おんや、あんたのその目の輝きは、ソルジャーさんだね。あらあら、ほんとだよ。あんた、うちの息子を知らないかい？ザックスっちゅう名前なんだが、こんな田舎じゃ暮らせないとか言い残して都会へ行ったまま、もうかれこれ10年近く、ソルジャーになるっちゅうて村を飛び出したんだ。あんた知らないかい？ソルジャーのザックス。さあ、知らないな。ソルジャーのザックス。娘さん知ってるのかい？そういえば6、7年前に手紙が来て、ガールフレンドができましたって書いてあったけど、あんたかい？人選をミスってしまいました。ちょっと今ここに来て人選をミスったね。違います。ん？テルハイさん一体どうしたんだ？ちょっと。10年も連絡もよこさんとは、なんちゅう息子じゃ。さあ、チルハイさんどうした？ザックス、知ってるのか？いいえ、知らないわ。いかにも知ってるって。なんか、でもさ、ソロジャーになるなんて言い残して村を出たなんてまるでモズベーみたいね。あの頃はそういう奴がたくさんいたんだろうな。そんなたくさんの中からソロジャーになるなんてモズベー偉い偉い。尊敬しちゃうな。謙遜しちゃって、モズベー心配してくれてありがとう。ね、みんな覚えとこうね。
ザックス。ここはゴンガガ村、マコーロの爆発事故のために多くの人々を失った村じゃ。多くの人々失ったか。ここは何がある？あ、何か用か？ここは寝泊まりができるだけなんかな。ヘルスポーションを手に入れた。なるほど。なんかでもテルハシさんは何かを隠しているのか、何かを知っているんだね、きっと。さあ、というわけでちょっとね、だいたい今日はぼちぼちこんな感じで終わりたいと思います。一応まあバギーと手に入れちゃったからね、ちょっといろんなとこに行ってみようかな。まあ、あとちょっと多分ここら辺で、おそらくこの森ら辺ね、覚えてないんだけど、多分ユフィーがいると思うんですよ。ユフィーを仲間にちょっとしたいんで、次回は多分ユフィーを仲間にするためにちょっと頑張るかもしれないです。はい、というわけでエンドクレジットに行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。はい、というわけでありがとうございました。また次回も見てください。チャンネル登録と、まあ、高評価、グッドボタン、よかったら押してください。では、バイバイ。